はい、ひとつきまさしみです。今日はですね、朝日新聞よ、あと産経、富士産経グループ、どちらもですね、支持率最低を更新ということで、岸田内閣の支持率が続落して、これ止まらないという状況になっているわけなんですよね。で、国民は一体何に起こってるのかっていうのも踏まえてですね、ずっとですね、40年以上いろんなね、ジャーナリストをやり続けていて、官僚、政治家、取材し続けた、佐藤さんに今日も聞いていきたいというふうに思っております。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。閣僚の顔ぶれを見るとですね、ちょっと前にいたのがですね、山際大志郎でね、記憶にございません。で、寺田稔さんという総務省でですね、政治資金収支報告書を管轄するところが、それをごまかしていて、なおかつ、総務省で、政務官で、そして名誉毀損のね、とかその問題に関わるところが名誉毀損で訴えられて負けておるとか。で、さらにちょっと今日はですね、フォーカスしたいのが、自民党の国会対策委員長がですね、ずっと前から女性のね、下着泥棒なんじゃないかというふうにですね、こう言われ続けてる。もうなんか他にもいっぱいあるんだけど、もうこれで逆らう方がおかしいわいっていうふうに、思うんですけど、どうでしょうか。いやー、そうですね。もう下がらない方がおかしい。おかしいということですよね。下がらない方がおかしいけどですね。その原因というふうに考えると、やっぱりね、岸田さんという人がですね、この人もやっぱり僕はね、政治家に向いてない。本当はね。本当はこの人はね、一般の会社に勤めてですね、そういうところで、なんていうかな、のんびりやるのは、のんびりやるっていうかな、真面目にコツコ会ツ、社員ね、そう、大そきいれ役責任は負ね、わずに。向いてると思いますよ。ね。というのはね、自分の頭でね、考えるですね、力に乏しい。そして胆力がないので、引きずられるがままなんですよね。ということでね、今はね、この安倍さんの時代ですね、簡単に言えば、一言で言えば、それのを出しつつある時なんですけども、その安倍さんの力はですね、非常に大きかったので、これね、一応言っておくと、その安倍さん個人の力が強かったということじゃなくて、その日本っていうのはね、非常になんていうかな、古代国家というかな、この政治に関してはですね、この安倍さんのように、7×7×7=343 光ですね。そういう人に弱いんですよ。特に自民党はですね。そういうことで、そういう、なんていうかな、そういう光に弱い政治なんですよ。その中で、そういう光があまりに強かったので、岸田さんがね、それを跳ねのけて、自分自身の政治をやるんだと。そういう胆力ってのは、ね、非常にこの人弱いんですよね。なので、安倍さんのですね、やってきたことに引きずられるがままなんですよ。で、それがですね、岸田さん本人が考えたことじゃないんでですね、ちょっとこう、それがね、うまくいかなくなると、もうどうしようもなくなっちゃうというね、ことがあるんですよね。そしてね、それにつれてですね、岸田さんのこの人事ですね、これがものすごいね、下手くそというかですね、何も考えてないというね、そういうことなんですよ。でね、その人事においてですよ、山際大志郎さんがですね、まずね、辞任してですね、そしてそれからすぐにですね、間を置かずにですね、また辞めることになったと。で、今度はね、法務大臣ですよね。それがまさにですね、その系の制度がどうのこうのということでね、かなりあれはひどい発言だった。どういう話なんですよね。ということで、この朝日新聞のね、この世論調査ですね、これが12日と13日ですね、調査したら、支持率が37%ですね、これ前回の調査に比べて3%下がったということですね。それからもう一つはその不支持率ですよね。これがやっぱり51%。前回に比べて1%上がったんですけども、これやっぱり相変わらず不支持率が高いということですよね。そういうような結果が出たということなんですよ。ね、そしてね、同じようにこの FNN ですよね。富士グループですよね。
こちらの方の世論調査もやっぱり同じように出てですね、こっこちでちらも下の、がりましたね。こっちでも下がってですね、支持率が前回より2.3ポイント減の38.6%ですね。そして支持しないという不支持率が、こちらの方はね、さらに増えて5.2%増えて、57.2%というね、ものすごい増えたんですよね。どちらかというとね、これ岸田さんは自民党政権に甘く出るのが FNN 系であるのに、不支持が随分多いな。そうなんですよね。支持がずいぶんずいぶん多いんですよね。まあ、こういうね、FNN がね、18.6%なんですよね、マイナスとかね。朝日の方はですね、マイナスが14%なんですよ。これがね、どん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 広がると、もう非常に危険、その政権が非常に危険だということなんですよね。で、とにかくね、今後もですね、じわじわこれが広がっていくことは間違いないと思うんですよ。そしてね、何かあればですね、何かあればまたドーンとですね、大きくこれが広がるということがあると思うんですよね。まあ、そしてね、この朝日新聞の記事をちょっと見てみますとですね、これなんでね、支持しないかというとですね、やっぱりね、リーダーシップが発揮してないということですね。発揮していないという答えた人がなんと69%多いですね。ね。多いんですよ。めっちゃ多いな。発揮しているという人が24%でですね、もうこれはもう、なんていうかな、国民の見方はもうはっきりしているわけですよ。つまり、岸田さんという人は、まず政治家としてね、もうリーダーシップがないっていうことですよ。頼りないと。頼りないということですね。まあ、首相としてリーダーシップがないということは、これはね、何のために政治、首相をやってるんだっていう話なんですよね。何のためにやってんだ、マジで。そうそういなうんレでベす。ルだよ。ね、そういうことなんですよ。で、まずね、葉梨さんがね、この法務大臣の葉梨さんが、まずこの前辞めましたよね。辞めて、そして、最初にですね、続投させると決めましたよ言うてた、ね。言うてた。ね、こういうね、まあ、とんでもないですね、間違えたことをやっちゃうわけなんですよ。続投させるっていうね、最初にね、決めたということで。で、こういうね、一連の対応について、この評価するが32%、評価しないが59%ということで、ここもですね、やっぱり岸田さんがダメだと、みんな見ているところなんですよまあそりゃね。そうだと思うよ。そういうことなんですよ。ね。そしてね、今度はその前の山際さんの件ですよね。山際さんが、この統一教会との関わりが、もうどんどん明らかになってですね、経済再生担当大臣を辞任して、で、その後すぐにですね、自民党のね、新型コロナウイルス対策本部長というね、そういう役職に今度はね、まあ、転じたわけですよ。いや、あれもなんかいろんな人の気持ちを逆なでする行為でしたね。そうですよね。だからそこについてもですね、まあ、その人事は妥当であるとする人が14%。妥当ではないと見る人が76%ですね。でね、妥当ではないというね、人を見るとですね、なんと自民党支持層でも69%が妥当ではないそりゃ怒ってるんだ。と。そういうようなことなんです。そしてなるほど。ね、岸田さんの内閣を支持している層でもやっぱり68%が妥当ではないと。つまりほとんどみんな妥当ではないと。そうなんですよ。それが多いんね。だな。要するにね、岸田さんの人事は全く評価されてないということなんですよ。これ人事というのは、なんていうかな、まあ、トップの人がですね、持っている、これ権限じゃないですか、そうどでのす組ね。織についてもね。この人事を通じてね、いろいろそのリーダーシップというか、コントロールしていくんで、それが全くね、評価されないというのは、はっきり言ってトップにいる資格がないということなんですよ。そうなる。そういうことなんですよね。だけどね、これ、朝日新聞であるとか、FNN であるとかですね、まあ、特に朝日新聞なんか見るとですね、この人々が思うのは、
どうして 37% も 38% もね、まだ支持率があるんだろうそうね、ね、そうね。思うかもしれないですよね。特に朝日新聞の、その読者なんかそういうふうに思うと思うんですよね。まあ、そこのところでね、ちょっとこれをね、考えてみたいと思うんですけども、これね、まずね、この朝日新聞の記事についているですね、このグラフがありますよね。このグラフを見るとですね、この青い折れ線グラフですね、この支持するですね、これがね、しばらくやっぱり高いんですよね、ずっとね。で、去年の10月からこう調査が始まってですね、最初45%で、それから、今年の5月に59%って非常に高いんですよね。それから7月に57%で、それから急落していくんですよね。これなんで高かったのかという問題なんですよね。これはね、一番最初ね、岸田内閣がスタートしたときに、国民が期待していたのはですね、やっぱり安倍さんのね、この新自由主義政策ですね、この路線からの転換だったんですよね。そうですね。やっぱり安倍さんのね、この政策によってですね、非常にこの社会の二極化が進んでしまったということで、これ非常にまずいということですよね。そして、この岸田さんはですね、まあそういう新自由主義路線からね、転換するんだとって言っいてうようた。なことをね、言っていましたので、それでね、まあ、期待していたんですよ。まあそういうことはね、できるんだろうなということでですね、まあ、期待していたんですよね。だけどね、もう一つはね、この安倍さん的なですね、あるいはその安倍さんの後を継いだ菅さんですね、菅義偉さんもそうなんだけども、この独裁的なですね、体質があったんですよ。安倍さんといえばやっぱりね、この改憲ですね、憲法改正、やりたいやりたいと。そして、憲法9条に集団的自衛権を導入してしまったと。それから、この検事総長にですね、無理やりね、この安倍人脈の検察幹部をつけようとしたりした。そういうことでね、非常に独裁者的な体質があるなと。みんなね、まあ、危険視していたわけですよね、心の中ではですね。それから菅さんについても、まずね、思い出すと一番最初からですね、日本学術会議問題でつまずいてしまったんですよね。で、菅さんはね、説明できることできないことがあるんだっていうですね、これとんでもないね、あとこの人本当独裁者だなっていうね、みんな感想を持ったんですよね。でね、岸田さんはですね、そういうことがなかったんで、非常にソフトなイメージがあったんですよ。そしてそのソフトなイメージで、その新自由主義路線から転換してくれるということで、やっぱりね、期待はあったと思うんですよね。だけどそれはね、やっぱある種ね、消極的な期待だったと思うんですよ。まあ、せめてそのぐらいはやってくれるだろうなっていうことで、で、結局ね、今年の5月、6月ぐらいまでは、ね、50%台というね、非常に高い支持率だったんですよ。ところがね、それを吹き飛ばすようなことがですね、7月8日に起きてしまったわけですよ。それがね、安倍さんが狙撃されるという事件なんですよね。まあ、そしてね、当然ながらこの事件の真相はですね、すぐに分かってきたわけですよ。この安倍さんをね、狙撃した山上容疑者の生い立ちとかですね、その悲劇的な背景が分かってきて、そしてその統一教会というね、日本社会にとっての深刻な問題が分かってきたわけなんですよ。ね。で、そこでね、この安倍さんに対する神話っていうのがかなり剥げ落ちたんですよ。だいぶ剥げ落ちましたね。そうなんですよ。あ、安倍さんは、そういう統一教会の霊感商法被害者の、家族によって復讐されたんだと。そんなひどいことがあったのかと。ね、安倍さんというのはそんなひどいことをやってきたのかと、裏ではね。ということで、安倍さんの神話がまずはかなり剥げ落ちて、で、そこにですよ、国葬の問題が湧き上がってきたわけですよ。ね。無理やり開催のね、無国理やりやっ葬。たんですよね。そこで世論はですよ、統一教会とね、ここまで一体化していた安倍さんをね、
国葬にするなんてちょっと頭おかしいんじゃないか、うんうん、みんな思ったわけですよ。だけど岸田さんはね、そこでね、このリーダーシップとかね、そういうですね、指導力とか、うん、まあ、そういうことを勘違いしてですね、この国葬ということをですね、絶対にこう、なんていうかな、引かなかったわけですよね。はい、うん、そういうことでね、ついにやってしまったということで、この時を境にですね、うん、この岸田さんという人間はね、決定的に判断を間違える人間なんだなということがですね、国民の目にはっきり分かったわけなんですよ、うん、ね、そしてこれがですね、とにかく岸田さんのマイナス評価、これがですね、基本的にもう国民のですね、うん、もう頭にもうしっかりね、根付いちゃったんですよね。まあいらんことしようなん、うん、こいつっていうことだと思いますけど。そうなんですよ、ね、それがね、基本的にね、うん、この支持率が下がっているというね、うん、基本的な図なんですよね、うん、だけどね、反対にですよ、いまだにね、ドカンと下がっていないのは、うん、37%、8% あるのはですね、うん、やっぱりね、安倍さんや菅さんに比べればまだマイルドな空気感があるということで、あ、まあ確かに非常に、そう、うん、非常にね、消極的な支持を維持しているんですよ。うん、またそれはあるな、うん、それがね 30% 台というね数字に表れていると思うんです。なるほどなるほど、はい、まあ、確かに安倍が来たって並べたら、うん、まあなんかまあ確かに岸田さんの方が怖くなさそう。そう、うん、つまり国葬というねバカなことをやったけども、うん、安倍さん的な集団的自衛権とか、うん、菅さんのような日本学術会議の問題でね、うんうん、説明できるできないことあるんだなんていうですね、うんうんうん、そんなバカなことは言ったりやったりしないだろうというね、うん、そういうね非常に消極的な支持だと思うんですよ。なるほど、うん、だけどもね、そういう消極的な支持もですよ、うん、やっぱりねじわじわと剥げ落ちているんですよ。いやもうだいぶね自爆というか、ね、だいぶ剥がれてきた、うん、ね、でこれなぜかといえばですね、うん、これ岸田さんのね決定的な弱点があるからなんですよ、うん、どういうことかというと、岸田さんもですね、うん、安倍さんと同じ参政議員でね、強烈なね政治家志望があったわけじゃないということなんですよ、うん、つまり岸田さんはね、まあ、家系から言ってですね政治家にならざるを得ないということで、うん、そして政治家になって宏池会に入ったと、うん、そしてね、何をやるでもなくですよ、別にね、その失敗をするわけでもないんで、うん、ね、決定的な失敗がなくてですね、うん、順調にまあ出世してきたわけですよ、うんうん、ね、だから岸田さんはですね、この政治の世界において自分が何をしたいのかがよく分かってないんですよ、うんうん、ね、あるいは言葉を変えて言えば自分がこれを成し遂げたいということが見当たらないんですよね。ないな、うんうん、だからこの国葬の強行とかね、そういう判断を間違えるし、うん、人を見る目がないんですよ、うん、ない。そして人事を間違える、うん、ね、これね、統一教会とね関係のある議員は閣僚にしないというはずだったのに、うん、もう全然ね人を見る目がなくて、うん、山際さんをですね、うん、再任して追い詰められてしまった、うんうん、そして葉梨さんというね人間をですね、見抜くことができずに法務大臣にして、うん、ね、決定、さらに決定的な失言があったのにね、うん、うん、まあ法務大臣というのはね、極刑の犯行をして、うん、そして、その日だけ注目されるんだみたいなね、いやね、そういうね、うん、そう、うん、そういう発言があるにもかかわらずですよ、うん、そして当初ね続投を考えていたということですよ、うんうん、ね、ここら辺がね決定的な弱点で、うん、そしてさらにですね、この寺田稔総務大臣ですね、これ、まあ、次の自民ドミノのね最有力候補と言われて、いやもうやばいよこの人は、調べたけどこの人やばい、ね、やばい、うん、まあ、要するにね、まあ、この人はね、これ脱税というね、うん、疑惑があるわけですけども、うん、まあ、領収書がね、11枚だったかな、はい、もうね、みんな同じね、人が書いたに違いない、誰が見てもわかるですね、この筆跡がね、文春にスパーク、ね、分かれてたよ、ね、この人はだからね、
まさにね、財務省出身でですね、そしてもちろんね、税務署長なんかもやっているわけな長んですけ浜ど税も、務署、私のおばあちゃんの故郷ですよ。そうですか。だからね、税務署っていうね、あれがね、まあ、仕事っていうかな、それがね、まあ、よく分かってるんですよ、逆に言えばね。まあ、要するになんていうかな、そんな丹念に見るわけじゃなくてですね、やっぱりこう、いやね、やっぱりこう抽出したりしてですね、調べるわけじゃないですか。ね、そこのところで、いや、こんなもんだろうみたいなですね、そんなね、甘い判断があったと思うんですよね。ちなみに私、税務調査はそれなりに詳しいんですけども、これ一個鉄の法則があってですね、偉い人の後ろ盾のところにあんまり調査されないっていうのがあるんです。だから大蔵省主計局上がりの大臣のところなんて絶対に行かないと思うよ。文春がこうやって上げない限りは。どういうことでしょうおね。ごり高ぶりだと思うな。それそうじゃなかったら東大法学部出て大蔵省行って税務署長までやってんのに、ただのアホですよ。えらいことですよ、それは。ね、まあ、だからそうですよね。僕もそのね、税務関係のね、ジャーナリスティックな本なんか結構読みましたけども、やっぱりね、その一線の税務署ではね、非常に真面目に仕事やってるんだけども、やっぱり抽出するんですよね。そして、それで、まあ、ちょっと調べるみたいなね。で、抽出して、これが寺田さんに当たったらね、それは、これちょっとやめておこう、おこうぜ、みたいなね。そんな感じでこすとよ、があやっるとぱり。思うんですよね。だけど、とにかくね、まあ、寺田さん、まあ、ちょっとね、奥さんのね、名前をこう使ったりとかですね、まあ、いろいろ目立ったんでしょうね、これね。だいぶ目立ったよ、目立ちすぎだよ、そしてやり方がずさんすぎる。だから、税務署というよりも、文春なんかの目はごまかせないということですよね。やっぱり噂が出れば、そちら、やっぱり取材に行きますからね。そういう意味でね、週刊文春とか週刊新潮というのはね、やっぱり、なんていうかな、噂が出れば、まずね、必ずね、取材に行くんですよ。取材に、例えば、怪文書なんか出るじゃないですか。そうすると、そのね、まず調べに行くんですよ。そうするとね、大体ね、そこの事実にぶつかっちゃったりするんですよね。ということでね、問題はね、この週刊新潮がね、ずっとすっぱ抜いてきたですね、このパンツ高木さん、パンツじゃない、高木さんですパンツね。高木ですよ。この高木毅国会対策委員長ですね。この人の問題もね、これはね、基本的にこの岸田さんの問題につながってくると僕は思ってるんでいすや、よ。なるでしょ、なんでこんな人入れてんのっていう。そうなんですよね。で、これね、ちょうどね、今日このデイリー新潮はですね、非常に詳しく書いているんですよ。葉梨法務大臣に続くか、くすぶり続ける高木毅国会対策委員長の更迭説というね。まあ、要するにですね、このパンツ高木さんですね、この人がね、まあ、国対委員長として、要するに非常に頼りないということが、まずね、問題提起されているんですよ。これちょっとね、読んでみるとですね、政治部デスクが言う、ね、これどっかの新聞社の政治部デスクがですね、週刊新潮の記者に喋ったということなんですよね。どういうことを喋ったかというと、国会対策委員長の一番の仕事は、野党と協議し、円滑に国会運営を進めることですが、高木さんはとにかく、まず基本的に野党からの電話に出ないことで有名。そうなんですよね。仕事しないの？立憲民主党の国対委員長である安住淳氏が何度かけても電話にも出ないし、折り返しもしないとのことでした。っていうね。いや、それ仕事しなきゃ。そういうことなんですよ。ね。基本的にね、この人仕事しないんだっていうね、ことがまず書いてあるんですよね。そう。で、さらに読みますとね、11月8日には、旧統一教会被害者の救済法案について、これね、今大変にやってますよね。協議するため、野党側が国対委員長会談を申し込んだものの、高木氏はこれを、1分も時間がないと拒否。これに怒った安住さんは、今後日程協議に応じない姿勢を示しましたが、9日になって松野官房長官が謝罪したことで、一応の手打ちとなりました。
が、もちろん高岸への不信感は消えず、今後の日程協議は松野さんと行うことになると示唆したのですっていうね。これ一体誰が何の仕事やってんだって話じゃないですか。え、だって国会対策委員会っていうのは、まあいろん本会議とか重要法案を、まあ、抱えたりいろいろ調整するところっていうイメージなんですけど、そうですね。それがいわゆる、ズタズタ。と、つまり与党と野党の間で、話し合うと、ね、その法案について話し合っていくと、これが、まあ、国会ですよね。で、その話し合いのこの日程とかですね、時間割とか、そういうのを協議するのが、この国会対策委員会なんですよ。で、そこにおけるね、この国対委員長ですね、これは与野党ともに非常に重要なんですよ。これが、話し合いが狂っちゃうと、国会運営がですね、全部狂っちゃって、そうするとね、まさに日本のこのをですね、行政、立法、司法、この立法の、ね、機能がね、非常にね、なくなっちゃうわけなんですよ。そしてさらに言えば、自民党、政権党のですね、国対委員長、これは、ね、非常に重要なんですよ、はい。その重要であるですね、この野党との調整がね、非常に重要なんですよ。で、これはね、与野党は対立していてもね、対決法案をめぐって対立していても、国対委員長同士はやっぱり意思の疎通があって、はい、そしてまあ話し合ってですね、こういうふうにしようと、ね、話し合いの結果もどうなるかわからないけども、日程的にはこういうふうに言いこう、最低限のものはね、連絡し合ってやるんですよ、ね。ところがですよ、ね、この高木さんという人はですよ、ね、野党側が、ね、国対委員長会談申し込んだ、ね、なぜかといえばですよ、この救済法案、ね、統一教会被害者のですね、はい、これ救済法案についてですね、非常に協議しなきゃいけない時じゃないですか、そうです ね, ね。ところが高木さんこれをですね、1分も時間がないと言ってね、拒否したというね。なんなのその1分も時間がないって。ほんまかいな。驚きそのものですよね、そして、さらに言えば高木さんはとにかくまず基本的に野党からの電話を出ないことで有名と。仕事してないだけだから、それすごいな。これひどいですね。いや、これだってまあちょっと権限がだいぶ違うし重みも違うけど、受付で秘書のようにスケジュールを調整する人っているじゃないですか、大きい組織だと、はいはいはい、あそこに電話かけてもまた出ない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 、で大事な話なやっとつながって大事な話なんですけど、例の件って言ったら1分もその件に関して調整するつもりはありません、ガチャーンって引きる受付秘書いたら、なんなんこいつってなるじゃないですか。そうですよ。それでね、もっとね、権限がね、強い、ね、ポストですから、ね、でね、自民党幹部が呆れてですね、国対委員長についてから1年が経つというのに全く成長できていないどころか前よりひどくなって自分のやるべきことが見えていないとしか思えないっていうね、呆れてるわけですよ。いや、そりゃそうでしょう、ね、まあ、そしてね、なんでね、このそこまで野党との協議に応じないのかといえばね、これ慎重は書いているんだけどもね、はい、このパンツ高木といえば、まあ、またパンツになって言っちゃいましたけど、高木さんはね、とにかく福井県、ね、地元でですね、やっぱりね、昔この下着をね、女性の下着を盗んだ過去があるということで、ね、それをね、週刊新潮にね、すっぱ抜かれたわけですよ、ね、で野党から国会で追及されたことがあるんですよ、なので、そういうね、野党、まあ、自分の味方じゃない人間とはね、極力会いたくないと。だって、若い頃パンツ盗んだのまた言われるのやだもんとか言って、いや、それはお前が謝らないし認めないしだからでしょっていう話なのに。そうなんですよね。まあ、そしてね、この新潮が書いてるのはね、もともと選挙に強くかつ清和会という高派の最大派閥に長くいる高木さんは野党のことを鼻から相手にせず、もっと言えばバカにしているんです。だから安住さんが何と言おうと特に問題ないと思っているのではないでしょうかっていうね。なるほど。というようなですね、まあ理由にもならない理由が書いてあるんだけどね。これね、まあ、ここに書いてあるね、
もともと選挙に強くって書いてあるんですよね、うんうん、これね、じゃこのパンツ高木さんね、これパンツね、を盗んだですね、過去があるにしても、うん、じゃあなんで選挙に強いんだろうか、うんね、その福井県民はパンツを盗んだ人にね、ここまでなぜ、なんていうかな、心が広いのかっていうね、寛容なのか、はい、まあ、そういうところをちょっと見てみようと思うんですよ、うんうん、ね、でこれね、過去のですね、はい、この週刊新潮ね、これを見てみたいと思うんですよ。これね、去年の10月4日にですね、これ新潮が出してるんですよね、うんうん、高木新国対委員長に女性下着泥棒の過去、被害者の妹らが明かした合鍵を作って侵入、手には白い、手袋をはめてというねことがあってですね、これね、ガチですよ、指紋つかないようにってことでしょう、うん、そう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 、怖いな、うん、これね、2015年10月22日号に、うん、まあ、一旦出してですね、週刊新潮がね、うんうんうん、それを、まあ、過失して、うん、出したということなんですよ、うんうん、ね、でこれね、まずね、高木さんですね、うん、まあ、そういうね、怪文書が出たりですね、いろいろ噂が出ていたんですよ、福井県の中でね、うん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 、そこで、さっきちょっと言ったようにですね、新潮の記者が、うん、現地行ってですね、うん、そして聞き込みを始めたわけなんですよ、うんうん、そしたらね、あっという間にその証言が出てきちゃったわけなんですよ。そうなんですよね、うんうん、これね、妹さんなんですけども、うん、被害者のね、うん、まあ、この新潮の記者がこう聞いたんですよ、はい、昔あなたのお宅に下着泥棒が入ったという話を調べているのですが、その時の犯人は高木氏ということで間違いないですか。はい、被害者は私の姉です。近所のおばさんが家の斜め前に車を止めて中に入っていく人を見たけど、知り合いかって、うん、通報したのは私だったかな、うん、警察の人が来て指紋とか取って、でも教えてくれた近所のおばさんが車のナンバーを控え取ってくれたんで、うん、すぐにやったのは高木さんやと分かった。家に上がり込み、姉の部屋でタンスの中とかを物色し帰っていったようですよね。怖い怖いんですよね、うん、怖いんですよ、うん、そしてね、じゃあこの高木さんっていうのはね、一体どういう人かというとですね、うん、ね、その前にこの高木さんの、まあ、父親から考えなくちゃいけないんですよ、うんうんうん、その高木さんのお父さんというのは、うん、高木浩一さんという人なんだけども、うんうん、ここに書いてありますけどね、うん、鶴ヶ市議を2期やってるんですよ、うん、それから福井県議を4期やって、さらに福井県議会議長を務めてですね、うん、それからさらに1979年から95年まで、うん、鶴ヶ市長を4期16年務めているというね、地元政界のドンなんですよ。この人やばい発言いっぱいしますよ、高木さんのお父さん。あ、これ私、はいはい、ほら滋賀県出身で、あ、海に泳ぎに行くとしたら敦賀なんですよ、うん、で敦賀といえば原発なんですよ、うん、原発ですからね。でこのね、パンツ高木のお父さんね、はい、あのこの人はですね、原発どんどん敦賀にできるわけですよ。原発銀河って言われる、うん、あの銀座って言われるぐらい、電源三方交付金や原発企業からの協力金で七夕式の街づくりができるから原発をお勧めしたい。放射能汚染で50年後100年後に生まれる子供がみんな肩割りになるかわからんが、今では原発やった方がいい。これね、それ聞いて、これやばいでしょ。これね、本当にそんな発言してんだ、してるしてる。これね、長浜、まあおばあちゃんのね、うん、地元が長浜で、うん、もう北が敦賀ですよ、はいはいはい、これね、で敦賀にも知り合いいたんですけど、はいはいはい、で結構こう地元でもね、うん、大丈夫かあいつって、うん、よく言われてた。なるほどね。だから本間さんとか佐藤さんとこのパンツ高木の話題を取り上げるようになって、え、鶴が、あれ、あの息子かっていう感じですよ、うん、これ。そうですね、うん、そしてその息子のね、剛さんね、うん、このパンツ高木さんですね、うん、これはね、まあ、地元鶴ヶ高校をね、うん、卒業してですね、うん、東京の青山学院大学に進学するわけですよね、はい、うん、そして敦賀に戻って、この父親ですね、その問題の父親のね、うんうんうん、あ、地元政界のドン、はい、それが設立した会社の高木商事というところで働いていたわけですよ。そして国会議員にね、十数年後になるということなんだけども、はいはい、これね、まずね、このお家に入るときにですね、うん、このね、
まさにこの下着を盗んだお家に入るときに、合鍵を勝手に作っていたというですね、驚くべき手口なんですよ。いや、てか、犯罪者やで、完全にこれは。え？犯罪者で、ストーあ、カ犯ーや。罪ですよ。犯罪ですよ。ね。そしてさらにですね、この目撃していたね、この近所のおばさんですね、この人の証言であるとね、こういうことを言ってるんですよ。自宅の2階で要塞しとったら、近くに車が止まったんや。で、1階に降りてきて車のナンバー見て、また2階に戻ってアイロン台に鉛筆でそのナンバーを書き留めておいたんや。なんでそんなことしたかというと、車から降りた人が、ご近所の家に入っていったからやけん、やけど、車降りの前その人白い手袋出したんや。車の中で。ほんで白い手袋してから出た。と言ってるわけなんですよ。愛すぎね。これはね、まあなんていうかな、非常に類犯というかな。他でもやってんじゃないかっていうね、そうね。ことが非常に疑われるわけなんですよ。ね。そしてね、この、パンツ高木さんがですね、過去7回、そしてね、まあ、合計8回ですけども、当選を重ねてね、ついに大臣までなったわけなんですよ。ね、大臣になった。そして今や、国対委員長ということですよね。で、とにかくね、この危ないこの父親の高木浩一さんですね、その人がですね、まずね、この事件が起きたときに、謝罪して回ったって言うんですよね。謝罪して回ったということなんですよ。ね。なので、この被害者のうちにも来たんでですね。で、この高木浩一さんをね、地元政界のドンであるということで、それからね、清水さんがそのさっきちょっとね、言ったように、とにかく、この若狭湾ですね。この敦賀市のあるですね。まあ、これを嶺南地区と呼ばれているんですけども、この嶺南地区はですね、まさに原発銀座でですね、この原発をですね、非常に多く読んでいると。そういうことで、この高木浩一さんという人は、そういうことに非常に力があるということで、みんなね、この嶺南地区の人たちは、大なり小なり、この原発銀座のおかげを被っているんですよね。この経済的にですね。そして、高木さんの地元は原発と建設会社の町で、その両方を抑えれば選挙では安泰。高木浩一はこの地区の選挙で勝つ術を知り尽くした男でした。と、地元政界関係者は語るということなんですよ。福井ってすごくって、原発の発電量全国の4分の1、敦賀、福井、あの辺りだけでこう占めていそうて、なんでつすまりよね。すごいんですよ。どんだけあんのっていうのと、もうそこにじゃあね、持ってきた高木のお父さんね、どんだけお金をね、もらったんだと。そで、う。さまあ、らとににかくね、失敗した高速増殖炉、もんじゅう、あれも福井県。そうそう、そういうことなんですよもう恐ろね。しいところだよ。この福井県のね、この地図を見ていただきたいんですけども、これね、福井県はね、1区と2区、小選挙区ね、1区と2区に分かれてるんですよ。そしてね、この1区の方ですね、この北東の方のね、福井1区。こちらの方はですね、これ安倍さんのね、お気に入りだった稲田朋美さんですよね。その人が当選6回を重ねているんですよ。そして、このね、西の方のですね、福井2区ですね。こちらの方は、やっぱり安倍さんお気に入りの高木パンツさんじゃなくて、パンツ高高木。木さんがですね、やっぱり当選8回を重ねているということなんですよ。そして、問題はね、この若狭湾なんですよ。この嶺南地区ですね。まあ、これ、リアス式海岸というね、ことなんですけども、ここにね、一番ね、東の方からですね、この敦賀市ですね。ここにね、まず、なんといっても、もんじゅがあるんですよね。高速増殖炉ね。これ、まあ、廃炉が決まったんですけども。それから、その前の新型転換炉の復元があったわけなんですよ。それからね、日本原子力発電の敦賀発電所があったということで、そしてね、それがどんどん西に行ってですね、一番西にあるこの高浜町ですね、一番西の高浜町、
ここにね、高浜発電所があるんですよ。うそれからね、その東にある大井町っていうところがあるんですけども、ここに大井発電所があん。もう街一個ごとにあるぐらいの勢いだよ。そして敦賀市の、この西隣にあるですね、美浜町。ここに美浜発電所っていうね、これはまあ、今紹介した関西電力ですけども、とにかくね、これがもう原発銀座ということで、ね、僕もここのとこね、取材に行きましたけども、まあ、すごいですよね、この原発銀座はね。いや、だって異様で私、すよ。子供の頃、海水浴場でこうパチャパチャ泳いでるじゃないですか。すんごい白いでっかい建物あるんですよ。あれ何、お母さんって聞いたら、原発って言われて、こんなにたくさん近くにあって大丈夫かみたいな、怖くなったそうの、なんです。覚えてますよ。でしょ？あれね、写真見てもね、僕は怖いと思うんですよ。つまりね、海水浴場からね、もう巨大な原発が見えるんですよ。ボーンってね。ドーンとあるんだよ。あれ僕ね、関西の人ね、まあ、関西の人は、泳ぎに行くって言ったら、若狭湾行くじゃないです行か。く行く行く。特に滋あ賀れ県ね、なんて、琵よ琶湖に飽きて湖じゃなくて海泳ぎに行きたくなったら、敦賀だよ、絶対に。よくね、怖くないなと僕はいつもね思ってるんですいよ。や、私はもう怖くなって、自分で知識が増えてきたあたりからは行かなくなりましたよ、中学生ぐらいそうから。思うんですよね。思うんですよ。僕もね、風景の景色見たとき、本当怖いなと思いましたね。ということでね、まあ、ここはとにかく、嶺南地区、若狭湾は原発金座であるというね、日本はね、非常に原子力発電所が多いんだけども、その中でも最も集中しているところなんですよね。飛び抜けてね、飛こび抜こけは。て集中しているところなんですよ。ね。で、当然ね、こういうふうに原子力関連施設が集まっているということは、この電源散布交付金をはじめとしてですね、このね、まあ、迷惑料というかですね、国からの交付金、補助金がですね、わんさか入ってくるわけなんですわよ。んさか入ってくるね。ね。で、例えば今紹介したですね、高浜町とか美浜町とかね、これ関西電力の原子力発電所があるんだけども、これはね、一般財源ですね、この町のですね、一般財源、一般会計のですね、半分、5割から6割は原子力発電所からの収入なんですよ。半分ですよ、5割から6割ですよ。すごいね、よ。すごいですよ。で、敦賀市はですね、これはね、一般会計370億円ぐらいあるんで、これ原子力由来のものは、まあ12%ぐらいなんですよ。でも30億。それでもね、すごいですよ。多いね。やだけどね、最近ね、まあ最近この記事読むと、ん。ふるさと納税なんかに結構力入れてていて、この原子力由来の予算よりも、歳入よりも、ふるさと納税の方が逆転したっていうんですよね。まあ、もともと福井はいろんないいところありますから、別にそうそなんんなです原よ。発に頼らなくても。そう。特にね、カニとかね、そういうものを出してですね、非常にね、まあ、好調だということなんですよ。だってまあ、若こういう狭こ湾っとを、ていうのは昔都にね、京都の都にこの海のものを運ぶもう中心地だから、そう、美味しいものとかいっぱいあるのに、50年後100年後に放射能汚染で片が生まれても今やった方が得なんやっていう、パンツ高木のね、お父さんおむつ高木のせいでこういうことになったわけですよ。まあ、そういうことなんですよね。だからね、とにかくね、敦賀市のね、まあ、自治体行政ね、まあ、頑張っている、ね、ところはあると思うんですけども、まあ、そういうような歳入構造にあるということで、まあ、そして今、清水さんが言ったようにですね、この高木、パンツ高木のお父さんもね、高木宏一さん、まあ、亡くなってるんだけども、とにかくね、福井市議を2期、福井県議を4期、そして福井県議会議長、そして敦賀市長を4期16年務めたというね、地元政界のドンであるということですね。地元という政こと界ので、ドン。国からですね、金がどういうことで入ってくるか、ね。それを支出しているわけですよ。そしてね、その入ってきた金がですね、当然この原発関連の建設事業ですね、この原発を建設するだけじゃなくて、いろんな付随施設を作る。それから当然道路整備を作る。ね。道路整備をすると。これはね、敦賀市の市道とかいっぱいあると思いますよ。それからね、当然ながら、清掃事業ですよね。これも馬鹿にならないですよね。原発の清掃事業とかね。これ地元業者が入りますから。
そういうところにですね、金がどんどん回っていくと。ということで、これは業者からのですね、その選挙におけるね、この協力であるとはい。か、それからまあ、政治献金であるとかね、まあそういうことがね、もう、これはもう、なんていうかな、それを地質しているんで、もうね、選挙には困らないんですよ。ね。そしてこのね、敦賀をはじめとする嶺南地区というのは、そういう産業構造になっていますから、選挙になればそういう業者が動く。そして地元全体がそれで潤っているということなんですよね。そして、そこにですよ、このパンツ高木さんがですよ、とにかく、この父親の後押しで国会議員になってしまったと。ね。ということで、まずね、選挙には困らない。だから選挙に強いと言われて、当選回数8回ということなんですよ。それで安倍派の中でも重鎮となってきたということなんですよ。ね、つまりね、これね、民主主義社会における選挙においてですよ、これ選挙民からね、いや、あの人の政策がいいとかですね、あの人の姿勢がいいとかね、そういうことで選ばれたんじゃなくて、これね、まあ、はっきり言えば、金の力ですよね。とにかく、あのバカ息子はパンツ高木だけどもあいつを 出しておけば、まあとりあえずこれまでと同じように原子力の金が入ってくると。ね、俺たちはそれで、まあ、生活をせざるを得ないんだから仕方ないだろうというね、こういうね、なんていうかな、まあこの仕方のないというこの判断ですね、それが非常に働いていると。だから選挙に強いというふうに言われてるわけなんですよ。まあ、だからそういう意味では、その恩恵に預かれない利権の外にいる人たちからすると、なんで自民党こんな支持率まだあんのっていうふうに、まあ、疑問の答えにもなりますよね、これ。まあそういうことなんですよね。そこは一つのなんていうかな、もうこのパンツ高木さんが、まあ一つのね、ミニチュア版みたいなね、そういうことなんですよ。つまりね、日本はまだね、この古代政治っていうかな、出してないんですよね、こういうところはね。悲しい。悲しいことなんですよね。まあそしてね、そういうね、パンツ高木さんなんですけども、これがやっぱりね、批判が高まっているわけですよ、当然ながらね。さっき紹介したようにですね、これ朝日新聞の記事にありますけども、機能不全だと、高木国対委員長はということでね。まあこれ当然だと思いますよ。だってね、この嶺南地区ね、この若狭湾、この原発銀座、これだけのね、おかげで当選してきている人に、国対委員長なんていうね、非常にこの能力を求められる仕事ができるわけないと僕は思うんですよ。いや、だってしかもそね。のパンツね、下着泥棒だって言われた時に、お父さんに尻拭いしてもらった人ですよ。ごめんな、うそうですちの息ね。子がパンツ盗んで、本当悪かった、本当悪かったって謝って、金渡したり、なんだかんだマスコミ対策やったり、いろいろやったような、ただのボンボンじゃないよ。下着泥棒の、その尻拭いましょう。そんな人がこんなところで大事な仕事できるわけないですよ。そうですね。だけどね、とにかくね、じゃあ高木さんはね、このパンツ高木さんは、その野党からの電話に出ないことで有名っていうね、これ、とんでもないね、話なんだけども、じゃあ特に今ですね、この統一教会の被害者をね、救済するというね、この法案を作っているときに、最も重要なときに、なんでそうなんだと。いうことで、これ調べたらですね、これ11月4日のね、新聞に出ているんだけども、11月2日にですね、高木さんのお母さんが亡くなってるんですね。高木信子さんという人なんですけども、これ96歳で亡くなってるんですよ。うわ、夫婦揃って長命だな。お父さん93歳まで生きたんですね。そしてね、葬儀告別式が6日午後1時から、これ、敦賀市でね、あったんですよ。そして、喪主が、この高木剛さん本人が、やったんですよね。ということは、この葬儀が6日、この喪主が、この高木さん本人ということで、多分ね、この時はまあ忙しかったんだろうなと思うんですよ。まあそうですね。ね。
思うんですけども、じゃあね、このね、葬儀の時にこの喪主の代行を立てることはできなかったのかと。まあ国会議員だから ね。それから自民党にですね、もう国会対策委員会というのは何人委員がいるんだと、そしてから委員長、副委員長ってのはいないのかということで調べたら、これがね結構5万といるんですよ。委員長が高木さん で委員長代理っていう人がいて、緑川信秀さんっていうね人だと思うんだけども、この人はいるんですよね、それから副委員長はですね、これまあ数えるのめんどくさいんで数えないんだけども、まあ、10人以上いるわけですよ。なるほど、ね、いっぱいおるやん、多いんですよ、だったらまずね委員長代理を立てる、せめてね、委員長代理、ね、それから副委員長が大勢いるわけで、要するに代理を頼む人いっぱいいるわけですよ、普通であればですよ、まずね、喪主の代行を立てる、そして自分が行くのはこの6日の葬儀だけにする、ね、そしてその1日だけ委員長代理か副委員長に、この連絡をやってもらうと、ということがね常識じゃないですか、だけどもそれ一切やらなかったということなんですよね、じゃあね、なんでそういう党内調整をさえやらなかったかということなんですよ、能力的にできなかったのか、めんどくさいと思ったのか、あるいは別の用事があったのか、ね、とにかく高木さんは電話に出ないことで有名なんで、これね、とにかくそういう調整も、できないということで、そういう人をですよ、とにかくね、一番要の、ね、そして忙しいことで有名な国対委員長にしたということ、これがね、岸田さんのダメなところ、ね、これのね、集約点なんですよ。ね、仕事できんな、お互いボンボンやしな、もうあかんな、これは。あまりにできないと思いませんか。つまりね、これ安住さんが怒るのね、当然だと思いますよ、これ、そしてね、安住さんがもうあまりに怒っちゃったんで、これからは高木さんとはやらないと、ね、官房長官と直々にやると言ってるわけですよ。いやそれってでも官房長官は一応内閣の人間なんでね、あの国会内、ね、あの内閣は行政じゃないですか。で、国会対策委員長は立法の議員側で調整するのに、そういうことですね、官房長官そこ引きずり出したらそれはそれで問題なんだけど、それぐらい使えない、使えないということなんですよね。つまりね、今僕が紹介したようにですね、委員長代理がいて副委員長がこれだけ10人ぐらいいるのにね、なんで誰か代理に立てなかったんだと、しかも6日だけ行けばいい話じゃないですか、その6日だってこれ半日で済むと思うんですよ、多分ね、飛行機でビャーッと行ってですね、そういう話なのに、なぜねそれをやらなかったのか、全然連絡取らなかったっていうことじゃないですか、ね、逃げただけだ、こんなのね、わからないですよね。あるいはね、あのまさか別の家に入ってたんじゃないだろうな、忙しかったからちょっと白い手袋つけちゃってたからみたいな。いやさ、1分も時間がないと、1分も時間がないんだって、もうそれだったら終わりですけど、さすがに高木さんね、それはないと思いますよ。はい、ないと思いますけど、そのぐらい言われちゃうわけですよ。言われちゃうじゃん、それ分かる分かるね。まあ、そしてね、改めてここまで説明すると、岸田内閣の人事はお、めちゃくちゃなんですよ。めちゃくちゃやなこれね。そしてね、パンツ高木もダメだけど、ね、これはもう何度も言うようにこのバーベキュー萩生田っていうね、これもね、まさにもっと要のね政務調査会長にね任命してるというね。そしてこれ前にも紹介してね笑ったんだけども、このフラッシュの記事でありますけどもね、あの被害者救済のためね、新しい法律ですね、これの党内調整を、バーベキュー萩生田に命じたというねことで笑っちゃったわけなんですよね。いやこれまさにね、むちゃくちゃやん。そう、泥棒を捕まえてですよ、でお前ねこれから泥棒を捕まえる役目やってくれよみたいなですね、まあ、そんなようなことですよね。意味不明やね、これはめっちゃくちゃなんですよね。そしてさらにその萩生田さんがですよ、その萩生田さんがなんと山際大志郎さんね、
経済再生担当大臣をクビになったんで、自分のね、あの権限で新型コロナ対策本部長に就任させたと。ね、そして岸田さんはそのことを知らなかったと。ね、という、まさにね、あのギャグ漫画のようなですね、ことが展開されたわけですよね。これちょっとね、あの正直、岸田さんが気の毒になるぐらい、まともなやつおらんのっていう。そうなんですよ。つまりね、気の毒になるぐらい、その、まともな人いないのかということは、岸田さんはね、そういうことまでですね、人間を見ていないということなんですよね。あ、そうね。あるいは、その萩生田さんをはじめね、コントロールできないということなんですよ。それほどね、弱いんですよ。これは僕が岸田さんにね、会った時にですね、一番かあの感じたところなんですよ。あ、この人弱いなと。つまり政治家としてはちょっと弱すぎるぞと。まあいい人だけど。いい人だけどね。弱いんですよ、この見た感じというかな。バーベキュー萩生さんは反対じゃないですか。そうするとね、これはもう逆転しちゃうと思うんですよ、多分ね。確かに。そんなようなことなんですよ。まあそしてね、前も紹介しましたけども、この杉田水脈総務政務官とかね、この人が全くその、なんていうかな、生産性ない発言を謝罪しないとかですね、もう全然なんていうか、その、政治家のね、背の字にも値しないような、そういう人をですね、この総務政務官にしたりですね、全然なんていうかな、人事がめちゃくちゃなんですよ。ね、杉田水脈が総務政務官やってるって、これ、誹謗中傷だね、ちゃんと見る、総務省っていうところが、誹謗中傷して負けた議員が政務官やってるって思ったら、政治資金収支報告書、どこが出すんだったっけって、ね、まとめてるところは総務省、そこが脱税疑惑の大臣っていうことで、もうなんか、どうなってんだ、総務省。そういうことなんですよね。やばいでしょ、これは。そうそう。そしてね、まあ、寺田さんはまた別なんだけども、とにかくね、その杉田さんもそうだし、パンツ高木もそうだしね、バーベキュー萩生田ね、それからシック井上とか、ベネッセ下村とかですね、踊る宗教北村とかですね、もう多すぎるよ、2つだが。セクハラ細田とかですね、これがね、全員ですよ、安倍派なんですよ。やべえ。全員安倍派。ね。そしてね、この前紹介しましたけど、そのね、やばい安倍派がですよ、まさに、中国敵視政策とかですね、そして防衛費2倍とかですね、そういうことのね、担当チームを立ち上げてやっていこうというですね、まあ、バカなことをやろうとしているわけなんですよ。ね、ということで、非常にね、バカなことを、この安倍さんの、これなんていうかな、残したチームがやっていると。そしてそこに岸田さんもずるずると引きずられてですね、やっぱりそれをやるということですね。ちょっと、ね、やばいわ。そんなようなことでね、そう、非常にね、安倍さんというね、このバカな時代でですね、そしてそのバカな人たちが、いまだにいい安倍派にいっぱい残ってると。ということで、このね、まあこれね、その安倍派とは全然違うんだけども、この前ちょっと紹介したですね、この虎ノ門ニュースですね。あ、はいはいはい。まあ、これちょっとね、あ、こういう理由で休止になったのねっていう。似てるんでですね、ちょっと紹介したのにしたいんですけども、虎ノ門ニュースが終了したね、その理由が分かったんですよね。これね、虎ノ門ニュースというのは、この一社のスポンサーということで、この化粧品のね、DHC、これが務めてきたんだけども、この DHC のね、吉明会長ですね、この人はもう排外主義で有名なんですよね。はい、まあ、中国であるとか韓国であるとかですね、とにかく排外ヘイトスピーチやってるということで、ところが、これね、オリックスがですね、これ買収することになったわけですよ、DHC をですね、そして完全子会社化を目指すということなんですよね。そしてオリックスは、この社の方針としてですね、人種などによるあらゆる差別を容認しないということを出していてですね、ということで、もう吉田さんのね、言ってること、やってること、これもう全部ダメだっていう話になるじゃないですか。ね、ということで、この DHC 提供の、虎ノ門ニュースですね、これも終了と。
いうことになったということなんですね。まあ、オリックスの株主はね、海外の人も結構いるので、ああそう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 、そう考えると、さすがにね、あれは許されない。そういうことですよね。でもつまりね、まあ、オリックスというとね、これ、竹中さんの関係っていうのはね、まあ、すぐ頭に浮かんできちゃうわけですけども、まあ、こういうところはまあ常識的なわけですよね。はい、そしてね、とにかく、この安倍派のね、連中ですね、がやっていること、バーベキュー、萩生田とかね、シック井上とかね、とにかくそういう人たちがやっていること、考えていることですね、これはやっぱりね、大なり小なりね、常識から外れてるんですよ。ね、それはね、なんといってもね、このパンツ高木さんですね、その人がね、国対委員長をやっていて、しかも安倍さんのお気に入りだったということですね、この常識のなさですよね。いや、本当にそう。そしてね、そういうことについて、この思いつかないね、岸田さんのこの鈍感さですよね。これ、やっぱり異常だと思うじゃないですか、ね、パンツ高木さんが国対委員長をね、やって。そして安倍さんのお気に入りだっていうね、そのことだけで、まあ、ちょっとおかしいと思いますよね。それでね、その岸田さんというのはそれに気がつかない、だから安倍さんを国葬にしようというね、そのおかしさに気がつかないんですよね、だからこの人はね、そういうことに関して敏感でなければいけない、その政治家との嫉妬としての資質がないんですよ、だからそういう責任ある立場ではないね、ね、もうちょっとね、この別の仕事についていた方がいいんじゃないかと思うんですよね。いや、本当そうだよ。まあ、ちなみに、どうぞ。まあ、ということでね、支持率はこれからもじりじりと下がっていって、何かあればね、ドカーンと下がって、岸田さんは終了と、そういうことになると思うんですよね。いや、本当に。ちなみに最後に、DHC ね、これ統一教会みたいな感じだなって私思ったのが1個あるんですよ。DHC って買収されたっていうことは、創業者にお金が入るわけじゃないですか。はい。ね。で、それはムカつくんですけど、オリックスのですね、大株主の中にですね、いろんなファンドがあるんですけど、それですね、なんと中国系の銀行、特に上海銀行とかが代理店をやっているファンドがあるわけですよね。で、ってことはですよ、吉田さんは、本当に日本がいいんだ、中国とか韓国人けしからんとかって言い続けるんだったら、それは断らなきゃダメだった。結局金じゃないかと。あれだけ在日がどうのとかっていう風に言ってた人も、結局金じゃねえかって、ビジネスでやってたのかっていう風に思って、本当バカバカしいなっていう風に思いましたね。なるほど。はい。まあ、そういうわけでね、今日はその支持率が下がったという風になったけど、でもまだ残ってるよねっていうのは、それはなんでかっていうと、佐藤さんが解説、まあ、主に敦賀、福井の事例で紹介した通り、この、まあ、利権でチューチューやってて、それの恩恵を受けてる側っていうのも確実に存在する。だけど、それをやり続けていても、もうダメだよねっていうところで、いろんな事例を紹介させていただきました。まあ、しかし、カルト議員から脱税疑惑、挙句の果てに下着泥棒、で、名誉毀損で負けたやつとか、いや、それはもう下がって当たり前です。ということで、佐藤さん、本日もどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、チャンネル登録といいねよろしく。今日も読書。それでは、はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万冊の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。